マフムト・ジェラルバヤルはトルコの政治家、首相、大統領を歴任した。トルコ共和国の創立期に経済閣僚としてアタチュルク政権の経済政策を主導したほか、1946年に中道右派政党の民主党を設立し、トルコ史上最初の選挙による政権交代を実現した。1950年から民主党政権の大統領を務めたが、 1960年の軍事クーデターで失脚した。1883年5月16日にブルサケンゲムリク軍のウムルベイ村で誕生した。父のアブドゥッター・フェフミー・フェンディは、ロト戦争の後、ウラマーをしていたブルガリアのプレブネを追われ、ウムルベイの中東学校校長やゲムリクのムフティを務めた。バイアルは、初中等教育を終えた後、ゲムリクで、 裁判所職員を務め、後に銀行員として、ブルサの農業銀行、ドイツ東方銀行、国民統一銀行に勤務した。1908年の青年トルコ人革命により、第二次立憲制が始まると、ジェラルは統一と進歩委員会に加入し、泉留守部長を務めた。第一次世界大戦でのオスマン帝国の敗北に乗じて19、1919年に、 ギリシャ軍がイズミルを占領すると、ジェラルはガリップホジャの偽名で民兵組織を率いて、これに抵抗し、同年に開催されたオスマン帝国最後の議会では、アナトリア西部のサルハン・サンジャウ県を代表して国会議員に選出されたが、1920年にイスタンブールのスルタン・メフメト6世政府がギリシャによるイズミル支配を容認するセーブル条約を締結すると、これに反発して、 ムスタファ・ケマルのアンカラ政府に参加することとなった。同年に開かれた第1回トルコ大国民議会ではマニサから国会議員に選出され、1923年の第2回大国民会議ではイズミルから国会議員に選出された。アンカラ政府では1921年に経済省に任命され、1923年の ローザンヌ条約締結交渉では、アンカラ政府代表のイスメトの補佐官として参加した。1923年の共和制施行後は、アタチュルク政権下で、経済専門家として、新生トルコの経済政策を主導した。1924年には、民族資本のトルコ官僚銀行を設立し、頭取に就任。1932年から1937年に、 かけて経済省を務めた。1929年の世界恐慌を受けて首相のイノニはソ連に反を取った国家資本主義を施行したが民間部門の育成を重視する経済省バヤルとの間には基本的な経済政策に相違があり、1937年にアタチュルクとの対立からイノニが首相職を解任されるとバヤルは後継首相。 共和人民党副党首に指名された。しかし、翌1938年にアタチュルクが病没すると後継大統領となったイノニュは首相にレフィクサイダームを据え、バヤルは名誉職である共和人民党の終身副党首に追いやられた。第二次世界大戦後、大統領のイノニュにより複数政党制の導入が進められると、バヤルはアドナンメンデレス。 フワとキョプリプルラと共に、与党共和人民党を離党し、民主党を結成し、党首に就任した。民主党は1950年の総選挙で大勝し、バイアルは同年トルコの第三代大,大統領に選出された。民主党政権では、首相のメンデレスを中心に、軍部の保守的な地主の利害を代表して、農業振興策を実施したほか、外資の導入を進行し、 経済の自由化、民間部門の育成が推進された。しかし、民主党は1950年代以末には、経済政策の失敗をことするために、言論弾圧を進め、学生や知識人層からの支持を失ったほか、アタチュルク時代の厳格な世俗主義原則を緩和したため、世俗主義の擁護者を辞任する軍部の警戒を招いた。こうした情勢を受け、 軍部は1960年に軍事クーデターを観光し、大統領のバイアル、首相のメンデレスイカ、民主党の党幹部はすべて逮捕され、バイアルも大統領職を解任された。逮捕された民主党幹部は〇〇ママ会場の安島に監禁された。軍事政権下の裁判で、バイアルは死刑判決を受けたが、高齢を理由に終身刑に減刑された。バイアルは カイセリの刑務所で服役したが、1964年に釈放され、民政移管後の1966年には、御社により名誉回復された。憲法の規定により、大統領経験者は、終身上院議員となることができたが、バイアルはこれを固辞して、政界から身を引いた。しかし、その後も民主党の後継政党の公政党に、対して影響力を保持し続けた。 1986年8月22日にイスタンブールにて103歳で病没した。遺体は故郷のウムルベーに葬られた。バヤルの成果は、ヤップクレディ銀行頭取のキャーズムタシュケントの寄付により、現在も保存されている。ありがとうございます。